ポーランドのウィンドジャマーダーパーマーザウィンドジャマーとは、19世紀後半から20世紀前半にかけて使用された、鉄か鋼の船体を持つ、貨物用帆船の一種である。貨物船の中でも大きく、3本から5本のマストに、黄斑を持つシップ型の搬送が特徴であった。1869年のスエズ運河開通により、それまで小船が担っていた、海運物流の主体は、 蒸気船へと移っていった。それから間もない1870年代から1890年代に、ウィンドジャマーは設計され、船体はそれまで小船の主流だった、木材製から金属製へと変えられた。金属製となったことで、重量は数千トンに及んだが、鉄や鋼は、木よりも丈夫で維持費も安く、薄くても十分な強度を得られるために積載量が多くなり、結果として、 経済的であった。蒸気船の風の影響を受けずに安定して輸送できるという長所に経済的観点で及ばない帆船であったが、蒸気船に必要な石炭や水が補給できない遠洋航海、例えばオーストラリアの羊毛や小麦などの輸送や南アメリカからの硝酸使の輸送にその後も帆船は用いられ続けた。ウィンドジャマーは1950年代まで使用され、 商業的貨物輸送に用いられた最後の小舟であると言われる。ありがとうございます。